お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様、アットセブンティーンのつららです。今回はあの秋葉ブロードウェイの公演にアッセブチャンネルが潜入しちゃいました。秋ブロはアットホームカフェのメイド17名によるエンターテインメントショー、アッセブ目線で秋ブロの魅力を最大限にお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。ブロードウェイのひとみさんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、私たちはアットセブンとしてライブ活動をメインに行っているんです。めっちゃ噛み噛みだけど大丈夫、噛み噛みだよ。はい、私たちアットセブンティーンはライブ活動をメインに行っているんですけど、秋葉ブロードウェイさんはそのアットセブンティーンのアイドル活動と違って大きな活動の違いなどはありますか？分かりやすく説明すると、こうアットセブンティーンさんってやっぱりライブ活動でマイクを持って歌を歌ったり、直接ご主人様お嬢様に言葉を使って声で感情を届けたり思いを届けるじゃないですか、はい、でも秋風呂は大きな違いとして、公演中にマイクを持たないということは、歌ももちろん生で歌ったりしないんですよ、はいはい、なので秋風呂はこう何してるのってよく聞かれるんですよ、お屋敷とかでも。で、私たちが説明する仕方としては、基本的にアットホームカフェのたくさんの楽曲を使って、アットホームカフェの音色の世界観を表現しながら、ダンスとマジックでエンターテインメントをお届けするということをやっているのが秋葉ブロードウェイになっています。表現の大変さとか何かありますか？やっぱりこう、今こう思ってるよ、こうしたいよってことを直接言葉にできないと、普段私たちって日常をお話しするときとか感情を伝えたりするときってほぼほぼ言葉じゃないですか、はい、お話しする中でするので、やっぱそういったこう反射的に言葉で伝えられないもどかしさはあるんですけど、はい、でも実は秋風呂やってて表現方法が大変だなって思ったことってあんまりなくって、なんかそのメイドの個人のスキルとして、こう例えば笑顔は得意だけどちょっと切ない表情は苦手とか、世界観によっては得意不得意ってあるんだけど、でも逆に言葉がないからこそ、こう表情だったり所作とか動きを使ってたくさんの方に届けることもできるし、あと私がすごく秋風呂に可能性を感じている一つとして、言葉がないからこそ日本の方だけじゃなくて海外の方にも表情と動きで楽しさとかメイドの世界観を伝えられるっていうのはすごい秋風呂の強みだなって私たちは思ってます。なんか結構私も見に行くことが多いんですけど、うんうん、海外のご主人様お嬢様がそう癒してくれてて嬉しい。もうしかも終わった後みんな笑顔になってて、すごいそこが素敵だなって思いました。いや本当にこうなんか私たちもこう最後バイバイありがとうございましたってこうお見送りの時に客席を歩くっていう演出があるんですけど、なんかその時とかにこうセンキューとかありがとうみたいなこととか言うと、海外の人とかはもうなんかみたいな感じとか、すごいこうニコニコ手を振ってくれる方が多くって、なんかすごい反応も日本人の方とまた違う楽しさがあって、やりがいをすごく感じてます。はい、では水木さんと水さんにインタビューをしたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。では水木さんと水さんが思う秋風呂の魅力を教えてください。はい、はい、はい、小道具を使うところなのではないでしょうか？確かに秋風呂って、そうなんです、ダンスとかとマジックを使っていろんなパフォーマンスをしていくんですけれども、その中にたくさんいろいろ小道具を使った演出がございまして、まあこういうこういうものとか、はい、みたいな。でもそれってなんかあれなんです、普段私たちがお給仕で使っているもの、あ他にもちょっとヒントがあるんですよ。確かに。なのでなんか普段そうお給仕している様子、なんかメイドの裏側の様子とか、またなんかそのご主人とお嬢様が入ってくるの、あーみたいな、お掃除しなきゃ、確かに準備しなきゃ、だからそういうなんか裏側をなん
んかこう覗けちゃう演出とかもあったりして、曲中にも含まれてますよね、うんうんうん、めちゃめちゃ含まれてます、うんうん、すごい本当になんか見ててって思いますもん、うん、なんかみたいなこれみたいな、そうなっちゃうところがいっぱいありました、うん、私のおすすめポイントは秋風呂はいろんな楽しみ方ができる、何よこれ、何よこれ、何よこれなんか秋風呂っていろんな見方があるじゃん、うんうん、こう最善で見てさ、その子の表情とかを見たりして楽しんだり、うん、ちょっと引いて見てみて、うん、全体のね、うん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 、何やってるのかなとか、ここではこういうことやってる、うん、あっちではこういうことやってる、うん、みたいなのを見てみたり、うん、はたまた自分もリズムに乗って楽しんでみたり、レッスンもらってみたりとか、本当に人によっていろんな楽しみ方があるので、全然すごいよね、何パターンあるんだろうね、なんか数えたことないけど、確かに本当にたくさんあるけど、やっぱりメンバー分楽しみ方ってありますよね、うん、本当に人数分楽しみ方があると思いますし、うん、本当に目が足りなかった、はい、本当に目が足りない、秋風呂のこだわりなんだよね、そうなんですよ、なんか同じことをやるんじゃなくて、みんなそれぞれなんか違うことやってるっていうのも、なんかそう秋風呂のポイントだったりするから、みんな欲しいポイント1回じゃ足りないってよく言われます、特に A チームだとなんかメンバー歴もみんなバラバラで、そうやっぱひとみさんはじめは私たちのやっぱ10年戦士、まあ、なぎさんも10年今年迎えて、10年にしか出せないちょっと圧倒の魅力の使い方、あの伝え方もあるし、やっぱあとねマコポンとかこのみゆちゃんとか店舗ではちょっと先輩の位置の子たちが、そうでも意外とそこら辺が引っ張ってくれてない、確かに私たちはいつも私たちの方がちょっとお世話になったぐらいになって、そういうところもちょっとなんか先輩の魅力ですよ、でもそう言っていただけるとおらーってでも心強いメンバーと一緒なので、ね、頑張れてます、いいですね、本当あったかいチームだと思いました私は、あ、秋風呂毎週水曜日すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、それでは皆様、はい、おはようございます、おはようございます、今日も投稿していきましょう、はい、はい、それではいきますよ、はい、せーの、明るく楽しく元気よく清く正しく美しく秋葉プロジェクト、ウェーイ、じゃあちょっと演出そこにいい、演出気まずくない、演出がめちゃいや、そのナチュラルでいいですよ、行ってきますみたいなそんな、うん、演出はしたいですかあーすごい、さすがもう舞台裏からありがとうございますはい、あ、大丈夫です、どうぞ行ってきます、どうぞちょっとわざわざアセム大好き、あと水分ティーン頑張ります、セレナさん大好き、カニスブティーン、パパアットセブンティーンの皆さんこんにちはメイクブッカー頑張りますほらほら、そろそろ準備が整ったようですよ、ご主人様もお嬢様も準備はよろしいですか、それではどうぞ最後までお楽しみください、秋葉ブロードウェイスタートです。
か仕草とかあればぜひ教えていただきたい。なんと秋葉ブロードウェイは公演終了後に特典会に参加することができるんです。してるよ。